今回は解説版ということで、私が声ありでやっていきたいと思います。まずはスタートダッシュでポジションを取りに行きます。最初の位置取りが今後のキル数に関わってくるんですよ。実はまず開幕ダッシュで有利な位置へ行く。とにかくダッシュですね。開幕ダッシュをすることで油断した敵を撃つことも可能になっちゃいますよ。まず索敵中の相手を撃つことでイージーキルを取れます。移動したら敵から通る射線を確認。今なら左から撃たれるので左をチェック。こんな感じですね。味方のラインより前に出たので、まずはね左側をチェックします。まあ、いないこと確認したので前方の敵を狙います。先にエイムを置いているので、こちらに気づいてない相手が来たら倒すことができそうですね。まあ、打ち合いをせずに気づいてない相手を狙うことが大事ですね。僕の打ち合い苦手なんで基本的に不意打ち狙ってます。はい、ここで左側をサイドチェックきました。これで左から狙われる危険が出てきましたね。めっちゃいるじゃん。敵がいる。ひょこひょこ見えるけど、はい、完全にここクソエイムで逃しております。みんなもサイトの電池確認してね。サイトがついてないとねマジ狙いにくいっすよ。早くない？相手の復活ポイントがなくなったようで、こちら側の勝利となりました。次は味方が前線を確保している時の立ち回りです。味方がいる位置から安全な射線を予想して前に移動。この場合味方が前方をね見ているので、交戦している様子はない。つまり前に行っても撃たれないかも。予想通り前に移動できました。味方と一緒にラインを上げよう。戦場のラインを上げること、合わせることで横から撃たれるリスクを減らせます。おう、かわいい子ちゃんが来た。そうなんですか、うん、私ですか。特にそのくるぶしのこのラインがね、うん、伏黒さんみたいですね。呪術廻戦ご存じない？あ、すみません、あのまだ2、3話しか見てない。伏黒さんの最終決戦みたいな、あの師匠ですね。はい、ちょっと様子見をしていけそうだったので前進。これに合わせて味方も前進してます。ブッシュの相手を撃つ場合、思ったより草に当たって相手まで飛んでってないんですよね。どこまで行けてる？まあ、味方が押しているのでみんなで前進します。行こう。味方全員で攻めた結果、無事フラッグ周りを制圧しましたが、この日ゲスト出演中でフラッグ僕だけ押してますが、茶番でアウトでした。味方全員の動き方として参考に失礼します。はい、メット赤準備完了です。メット赤準備完了です。このゲームも開幕ダッシュからの有利射線を通します。走って前線に行き、移動中の相手を撃ちます。正面コンテスト。まあ、あらかじめ相手が来るポジションを予想するためにフィールドの地形の理解が大事ですね。まあ、下見とかしてるとねいいかもしれないですね。全員前に突っ走る。このゲームも味方とラインを上げる動画です。攻め側なのでこちら無限復活ですね。無限復活はとにかく勢いで押すことが大事ですね。ただ走るのでめっちゃ疲れちゃうんですけどね。さあ前線で味方と足並みを揃えて相手の数を削っていきます。
ここからはね、無理に打てそうにないんで、少し削る必要があります。おー、スプレイ。相手の数が減ったら味方と一緒に前線を上げましょう。おい、同じとこに来たー味方が上がっているラインまではね、なるべく行くようにしていきましょうね。はい、ダウン。もうキャットウォークの端まで味方行ってるからね、撃たんだよ。回れ回れ、右の人回れ回れ。右側の防御が薄くなったので右側から作戦にします。左側は相手の数がまだ多いので物資が攻めにくいですよね。これは味方と全体のラインを上げるのではなく、守りが薄くなった場所を攻めて囲い込む形です。今現在のイメージですね、こんな感じです。おいおい、一緒に倒したね。ナイスショ。行くぞ。右側から味方が進んだので中央も合わせて前進。これで注意する点は左側のみでいいので攻めやすい。この辺の味方がね、進行してます。右味方回ってるからね、撃たんでよ。あっちいるよ味方。おいしょい、どうした、どうした、中いる、物資の中にまだいるんですよ。物資の中に物資運命のみですね。おー、商談がすごい。ここで勇気のある味方がフラッグ無視です。それをカバーかまして、カバーします。片方のフラッグをゲット、もう片方を狙います。あっち取ったのも森、あ、あっち、次あっち、次向こう、行け行け行け、行けのまま反対エリアの制圧に向かいます。ここまで来るとあとは勢いで突っ込むだけですね。後ろ入ったっすよ。すでに反対側で戦闘中の味方がいます。あ、いるね、正面正面正面、危ない危ない危ない。よっしゃ、倒した。ナイス。ああ、マジサイトついてないって。行きますよ。ちょっと疲れた。前ですよ。いや、ちょっと疲れた。1日の後半ですでにへばってます。この作戦するには1日走っても大丈夫な体力をつけましょう。はい、ああ、休憩休憩休憩、はあ、休憩休憩休憩、疲れた。はあ、どこどこ、はあ、頭の上2人、はあ、じゃあ元気ある人行ってくれ。疲れた、頭の上1人だ。もう1人だ。はい、行こうか。よいしょい。落ち落ち落ち、そのまま味方の勢いで勝利しました。連携取れなくても味方の動きに合わせるとスムーズに進めることができます。今回のポイントが通用しないこともありますので、あくまで参考程度に覚えておいてくださいね。ご視聴ありがとうございました。次は進めますよ。